ナマキューラはいどうも、マフィア梶田です。そして今回はいつもカメラマンや編集を担当してくださっているショーンもゲストで登場しております。ショーンです。皆さんよろしく。よろしく。さあショーンといえばね、うちでさまざまなことをやってくれている超有能な人材なんですけれども、皆さん覚えてますか？前回の動画で、以前の動画でね、ショーンが男飯ということで超うまいバゲットやサラダやそしてパスタを作ってくれた。で、もともとシェフとしていろんな料理店や、ホテルとか、そうですね、はい、まあ、いろいろと働いてきた、うん、いろんなところで、うん、はい、勤めてきて、いろんな料理、はい、だから本物の料理人なんですよ。で、そんなショーンにやってほしい企画があって、皆さん俺の格好を見て、この机のありさまを見てもなんとなく分かりますよねピップボーイついてるし、右腕のガトリングオリジナルですけれども、フォールアウト、私の大好きなゲームフォールアウトを、このガレージではだいぶフィーチャーしてるんですけれども、そのフォールアウトから実は公式の料理のレシピブックが出てるんですよ。こちらです。じゃん。はい、じゃあこれタイトルなんて書いてある？はい、Fallout The Vault Dweller's Official Cookbook by Victoria Rosenthal って書いてありますね。すげー。はい、はい、Fallout、はい、ネイティブの発音だとこうなります。で、これね、本国の方のレシピブックなんで未翻訳なんですよ。全部英語なんですね。で、俺はグッズとしてこれを購入したはいいけれども、さっぱり読めないわけなんですよ。でもショーンは英語ができる上にシェフとなれば、やることは一つ、この料理を再現してもらわんといかんよね、このガレージで。やりましょうか。で、今回はね、その前段階としてちょっと、まあ、この本をちらちら見ていきながら、どの料理を作るかっていうのを検討していきたいと思っています。で、その上でね、皆様からコメント欄の方に、ぜひこの料理を作ってほしい、フォールアウトに登場するこれを作ってほしいっていうコメントを募集します。我々それを参考に、どれを作るか決めますんで、ぜひぜひご協力の方お願いします。お願いします。さあ、というわけでね、アップの状態で本をちょっと見ながら、まあ、レシピをね、検討していきたいんですけれども、まあ、早速ね、本を開くとこのようなページがあるんですが、なんて書いてあるあれ、これ Enjoy Vault Living ですね。 Enjoy ですね、つまりボルト生活を楽しもう、楽しもうぜって、うん、はい、まあ、そうですね、そうだね。ショーンはゲームの知識がないから、そこを俺が補足しながらちょっと説明していくんだけれども、ボルトっていうのが核戦争に耐えうるためのシェルター。あ、シェルターですね。はいはいはい。実は細かい説明をすると、とんでもない、まあ、裏側でろくでもない実験をしているシェルターなんだけれども、そこから出てきた主人公が核戦争後の世界で生きていくっていうゲームなのね。なるほど。で、このレシピブックはそのゲーム内のレシピを現実で作れるようにレシピ化したもの。だから、まあ、ファンとしてはぜひとも作って食べてみたいっていう料理がいっぱい入ってるんだけど、このベーシックスっていうのはまずいろいろ書いてあるけど、これ何？ベーシックって書いてありますね。Before we get started, here are a few basic recipes you'll find helpful throughout this cookbook.まあ、ベーシックな、まあ、レシピがいくつかありますので、これから始めてみたらどうですかっていう感じですね。なるほど、はい、なるほど。で、いくつか、これがチキンブロース、うん、チキンスープですね。お、はい、まあ、次はヌーカコーラ。あ、ヌカコーラ。あ、ヌカコーラ、バーベキューソース。ヌカコーラでソース作るんだ、はい、そうですね、それをバーベキューソース作ってみたらどうですか、うん、ちなみにヌカコーラっていうのがそこの瓶、これですよね。これはね、核物質が入ってるコーラに。はい。ちょっと待って、それ大丈夫なの？大丈夫じゃない。大丈夫じゃないですよね。ただアメリカならやりそうっていうね。危険ですよね。ちょっとでも、なんか飲んでみたいですね。うん、実際にこのゲームの世界では大人気の清涼飲料水なんだけど、核物質が入ってる。そうなんです。放射性物質が入ってる。うん。で、これを使ったソースってことなんだろうけど、ちょっとページ見てくれる。あとアペタイザーですね。アペタイザーですね。
前菜、前菜、前菜、ね、わざわざ前菜とかで分けてんだ。そうですね、すげえな。なんかコースみたいな感じになってるんじゃないですかね、こうなると。はい、じゃあちょっと次巡ってみよう。行きましょう。出た、ヤムヤムデビルエッグ。ヤムヤムデボルドエッグですね。まあ、デボルドエッグはもうあの、うん、アメリカの定番の、ね、はい、料理なんで、うん、まあ、前菜ですよね。これはね、はい、あの核戦争後に生まれたっていうよりも核戦争以前にあったその冷凍食品とか保存食品がまだ残ってたのよ。だからそれがゲーム内に登場するんだけど、このヤムヤムデビルエッグっていうのは。うまそうですよね。うまそうだよね。まあ、これもね、そんなに難しくないみたいですから、うん、これも全然いきますけど、うん、これは正直特殊なあの材料を使わなくても作れそうだし、いいかも。で、次のページ行くと、あ、これ何ですか、これ。あのね、これマイヤラークって日本語ではマイヤラークって翻訳されるんだけど、多分ショーンの発音が正しいのかな。マイヤラーク、メアラーク、ベリーですね。ベリーって何？ベリーって お腹の部分ですよね。あ、じゃあマイヤラークの肉、ね、腹の肉使ったコロッケか。あ、そうです。クロケッツっていうのはコロッケですね。なんかあれだね、ギャグが効いてるね。はい、このサルモンって何の？これサーモンは鮭ですね。だから鮭を使えない、鮭がもうその時点で使えないから、ね、この要は肉、サーモンコロッケだけど、ゲーム中の再現するんだったらマイヤラークベリーって。マイヤラークベリーなんですね。まあ、次のページ行ってみようか。はい、次行ってみようか。モールラットワンダーミートディップ。これ大丈夫？あのモールラットって巨大化した裸デバネズミだね。デバネズミですよね。そう、あれが最終戦争後の世界では変異して土の中から突然襲ってくるんだよ、人間を。でかいんだ。でかい。子犬くらいある、うん、それを捕まえてこれを作るっていう感じですかね。 それの肉で作るってことだね。ワンダーミートディップ、これバゲットに肉乗せるの？そうですね、これバゲットですね。まあいろいろ、これも美味しそうじゃないですか。うまそうだね、これ。モーラって、うん、でも基本的にスーパーでは売ってないですよね。はい、うん、見たことない。ないですよね。まず裸デバネズミを食ったっていう人の話を聞いたことがないから、は自分もないけど、うん、ちょっと調べてみます。戦後世界では、はい、その場にいる生き物を食うしかないから、変な生き物をいっぱい料理してくるんだけど、まあ、この本面白いな。あの、面白いですね、英語読めれば、はい、こういうとこゲームのネタが書いてあるだろ、これ、ね。これはなんだ、ハーミットクラブスタ、出た、スタッフドケイブ、はい、スタッフドケイブマッシュルームって書いてありますね。これハーミットクラブスタッフドケイブマッシュルーム、これあれだな、ハーミットクラブっていうのは、はい、あのゲーム中に登場する大型トラックくらいのヤドカリがいるんだけれども、大型トラックくらいのヤドカリで、ヤドの代わりにトラックの残骸を背中に背負ってるんだけど、ほう、それを使って、マッシュルームに詰めろっていうことで、ということだね、はい、面白。そうですね、あ、今気づいたけど、はい、ここにステータス効果書いてある。あ、30分間スペシャルのカリスマをプラス1、うん、あ、クーとカリスマプラス1。次行ってみますか。行ってみよう、うん、あ、デスクローエッグだ。ロールドハム、デスクローエッグ、デスクローっていうのが、デスクロー、ゲームの中でも特別強い敵で、はい、なんていうのかな、恐竜と悪魔が混じったような姿してる。でめちゃめちゃでかい爪で襲ってくるんだけれども、デスクローの卵だね。なるほど。デスクローの卵を取ると親が狂ったように襲ってくるんだけれども、うん、これロールドハムオムレツですよね。オムレツだね。基本的にデスクローエッグとして再現できるところ。そうですね。あ、だから、まあね、当然ながら豚肉は手に入りにくいんで、うん、まあそれを、そのハムの代わりにそのデスクローの、うん、もも肉を使った方がいい。もも肉を使った方がいいって書いてありますね。やべ、面白い、はい、こんなことまで書いてあるんだ。これなんかね、うん、同じような、あ、キャップだね、ボトルキャップの、うん、これどういう意味なんですか。これね、ゲーム中のお金、お金なんですね、これ。あの紙幣とか本来の政府が発行してた金が機能しないから、もうその一番市場に出回って手に入りやすいヌカコーラのキャップが金になってるんだ。あ、そうなんですね、うん、ドーンって言っちゃいますか。お、キャロルズミステリーミートシチュー。キャロルっていう人物がいるんだ、もしかしたら。これね、ミステリーミートっていうのが、うん、
ぶっちゃけ人間の肉なんだ。人間の肉。そう、戦後世界だからたまに人間を食うこともあるんだけれども、それを再現してる。じゃあこれキャロルっていう女性の肉なんですかね。それか、はい、キャロルが作った人肉の料理、ボルトテックスミーティーチリ、はい、チリ、もともとなんかチリっていう、うん、ま、あの要はひき肉と、うん、まあ、あのスパイスが効いた、まあ、うん、あの豆とビーンズと一緒に、まあ、あのシチューみたいな感じなんですね。アメリカだとチリだと。じゃあこれはシチューなんだ。シチューもシチューに変えるっていう感じですね。チリをまあいろいろスパイスが足りなかったんじゃないですかね。次行ってみようか。はい。ん？なんだこれ？モールドペアーズ。これなんだ？モールドペアーズっていうのは梨ですね。梨？フルーツか。うん、フルーツのここからデザートになっていくんですかね。これなんて書いてある？これは、I think I found exactly one fresh pear in my travels around the wasteland. But I think it would be worth it to use the next one I find in this recipe. 旅中に一個の梨を見つけたんで、ウェイストランド。ゲーム中の。ゲーム中のどっかの場所で一個の梨を見つけたと。ただし、今度次回見つけたら、こちらのレシピを作ってみようかなと。ああ、そういう発想なんだ、うん、だからもうめったに手に入らないんですね、こういう、うん、この時代では。もう時代っていうか、もうこの時点では。そう、俺ゲーム中でフルーツって見かけた覚えがあんまりない。農作物あるけれども、お、この辺デザートなのかな。バースデーケーキ。フォールアウト3が誕生日からスタートするから、うん、あ、うん、そうなんですね、うん、あ、ムカコーラの作り方あるじゃん。ムカコーラですね。え、これ作れんの？なんか作れるみたいですね。3 cups water、 砂糖、まあ、お水、砂糖、うんうん、だから、ジュース、オレンジ使ったりライム使ったり、ゼストはそのピールですね、うん、はい、ピールを使いながら、あとシナモン使ったり、まあいろいろ、もうそのこれ集めれば、ちょっとこれも作ってみましょうか。ムカコーラ。そうだね、自分で作るブレンドコーラって。まあこれも全部材料は手に入ると思うんで。放射性物質とか書いてないよ。は、入って基本的に入ってないですね、これは。うん、はい、ちょっと入れてみましょうか。ダメダメダメ。ダメ。ちょっとこれ、うん、まあ少しずつちょっとメインの方をめくりながら。後でちょっとこれ入れて、うん、みんなからちょっとコメント聞いて、何を、そうだね、ね、食べてみたいか、興味あるか、まあ、この本もあの中身全部見せるのはまずいから、ちょっとピックアップして、ゲーム中あくまで今回我々は適当にページめくって紹介してるけれども、うん、ゲーム中に登場する料理っていろいろあるから、皆さん、あの視聴者の皆さん、ぜひゲーム中に登場する料理のこれが食べたい、これ見てみたいっていうのを、提案してください。そしたら多分このレシピブック探せば載ってると思うんで、それを探して、ちょっと実際に作ってみる企画をやろうかなと思ってます。目次見てる、うん、なんかメニュー全部載ってる目次とかないの？あ、これですかね、うん、はい、ここにいろいろ書いてますね。まあ、ベーシックから、このさっきの前菜からスープで、サイドディッシュ、サイドメニューですね、うん、でこれがメインで、うん、これがずっとメインですね。とデザートと飲み物、いろいろ飲み物もつけない、カクテルとかなんですかね。いや、面白い。こちらのフォールアウトレシピブック、まあ、日本からでも普通に買えますんで、興味ある人はぜひ買ってみて、まあ、英語、最近翻訳ソフトとかもあるからね、頑張って読もうと思えば、まあ、iPhone とかで翻訳しながら読むこともできると思います。まあ、俺はね、せっかくショーンがいるんで、ショーンに読んでもらって、そして作ってもらおうと思ってますんで、ぜひぜひ次回の動画をお楽しみにしていてください。そして改めて言いますけれども、どの料理を作ってほしいかっていうのをぜひコメント欄に書き込んでいただけますと幸いです。それではマフィア梶田の YouTube チャンネル、チャンネル登録とグッドボタンをいつもありがとうございます。また次回の動画をお楽しみに。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。